ちょっと、ここの意味を教えてもらえないかしら。わかったわ。ありがとう、先生。あら？ここの意味もわからないわね。ああ、なるほど。ありがとう、先生。明日、いよいよバーヤと一緒に街に出かけるの。先生のレッスンのおかげかしら、なんだかとってもワクワクするの。どうなるかわからないけど、吉報を待っていてね。もしもし、私よ。この前まではレッスンご苦労様。バーヤとお出かけしてどうなったかを話したいのだけど、今から屋敷に来てもらえるかしら。ええ、ありがとう。それじゃあ待ってるわね。待っていたわ。どうだったなんて野暮なこと聞かないでほしいわね。今月から学校に通う。手続きも済んだわ。バーヤもね、すごく驚いていたわ。私が手を引いて、街を案内して、すごく楽しかったわ。バーヤも心よく学校に行くことを許可してくれたし、私も、今がよくわかったわ。でも、だからこそ、今を、これからも知り続けるための先生が必要だって思うのよ。あなた、一週間だけの先生ってお約束だったけど、これからも、私の先生、続ける気あるわよね？よろしい。先生も、私に教育されちゃったみたいね。偉いわ。さあ、明日からどうレッスンしてくれるのか。一緒に計画を立てましょう。私よ。あなた、今日は、予定はあるの？そうでしょうね。それじゃあ、神社に来てもらえないかしら。先生にも会いたいし、ちょっと話したいことがあるのよ。すぐに来なさいね。待ってるわよ。
まったく、もう夏も終わりだっていうのに暑さだけは変わらないわね。でもこういう日も悪くはないわね。そういえば学校に通って分かったのだけど、学校にはあなたのような先生はいないものなのね。学生らしい暮らしも遊びもすごく楽しいのだけど、授業が退屈で仕方がないわ。すごく楽しいレッスンをするどこかの誰かのせいね。授業もきっと楽しいものだって信じてたのよ。ついてきなさい。夏が終わっても楽しいレッスンは終わらせないわよ。